おはようございます。おはようございます。トジエンフェスありがとうございました。ありがとうございました。例年以上に、お客様がご来場いただきまして、すごかったですね。すごかったですね。もう通れなかったですね。あの人にも会えたとかいろいろありましたので、そうですね、感謝いたします。盆栽鉢も完売しました。ああ、すごいすごいですね。今日はということで、今日はですね、別でも売ってました、小関さんの鉢と、この旧のコラボの鉢ですね、はい、植え替えして、うん、まあ、作ったらどんな感じになるかっていうのを、はい、ちょっと動画にしてみたいと思います。で、使う木なんですけど、これ去年の盆栽祭りかな、で、旧さんが丸中さんのところで買ったやつ、そう、接合用ですね。ちょっとまた、前一回動画にしましたね、針金かけをしたんですけど、もう一回針金をかけて、まあ、これに植え替えていこうかなと。こういう、まあ、どっちかというと、まあ、クモ足のような足で縁がある外縁のやつだと、どっちかというとがっちりとした印象なんです。なので樹形でいうとやっぱり模様着とかが一番合うんですけど、土目も、特殊ですよね、これね。少し灰色がかかったような感じで、これが時代が乗るとどういうのか、どうになるのか、ちょっと気になりますので、気になりますね、はい、こういうのをちょっと実際に作ってみて、作例としてやってみたいなというふうに思います、はい。まあ、この木は、模様着になりますので、はい、これにはちょうど合うと思いますので、これにやってみたいと思います。お願いします。はい、じゃあざっと木の特徴ですけど、はい、これは右長いですね、皆さんから見て、はい、でこれが一番の利き枝というか、うん、差し枝になりますので、これを生かした樹形にします。ということはこっちを短くしないといけないわけですね、うん、なのでちょっと剪定をしてこっちが長くなるようにやっていきたいと思います、はい。これ結構芽吹きすごいじゃないですか、はい、なんでかなり減らしたんですよこれでも、うん、まだ多い、長いところがあるんで、はあはあ、そういうのを切ってあげたらいいんで、なるほど、はい。この辺の枝って、まあ、正面に来る枝なんで、そんなに長いやつはおかしいんですよ、うんうん、なんでこういうのも取ってあげて、はい、こう短く作れれば一番いいですね、はい、こういう感じ、うん、ちょっと葉がこうやって茶色くなってるのあると思います、うん、はい、これ多分キュウさんがフルッパを取ったんですよね。取ったね。取ったかな、でも取れてますよね。その時に新芽を折っちゃったことですね。ああ、下から手が入れられてないってことですね。そうですね。ただそこは別にその生育上関係ありませんので、はい、たまにいるんですけど、ゴヨマス葉っぱが茶色くなったみたいな。調子悪いって。そうそう。この症状の時も全く、心配せずに、はい、自分が悪いんだと思っていただければ大丈夫ですね、はいはい。この辺とかですかね、ちょっと、うん、同じとこが3つ4つが一緒に入っちゃってるんですよね、はい、車枝だね。そう、この辺は僕はもう強いの切っちゃいます、うん、上にで横でこう作れればいいので、まあでもさすがですね、うん、この落とすとこがあんまりない、うん、たくさん切りました。切りましたかな。一回とりあえずこれで終わらせましょう、はい。早速針金をかけていきます、はい。まあ、太いところをかけるのはそんなにない気がするんですね、うん、もう前回の針金かけの時に骨を作ったので、はい、そうした場合はやっぱり細いやつをかけていけばいいんですよ、うん、ここぐらいかな、ちょっとちゃんとかけなきゃいけないの、軸になる枝なので。じゃあもうほんと先端だけ針金かけるみたいなで十分だと思います、ちなみにこの土目のやつで、はい、大河君は黒松やってたんですよ、うん、で今回こういうことじゃないですか、うん、他の木でも合わせられるのかなっていう、心拍とかいいんじゃないですか。なんかね、心拍のイメージってもう主題の、いやでもね、それは考え方次第で、うん、まあ、もちろんそれがいいんですけど、うん、それがちょっと派手すぎるっていう人もいるんですよ。なるほど。中にもう少し落ち着いたやつに入れてあげる人もいるし、それはもう個人の感覚でいいと思います。心拍らしさは出ますけど、手での方か手で、で使うと、うん、だからなんとなくセオリーっていうのはありますけど、うん、どの鉢にどれを入れるっていうのはもうそれは作り手のセンスでいいと思うんで、うん、自己満ですからね。そうですね、あまりこうじゃなきゃダメだは言いたくないですもんね。そう、どういう背景があってどういうしなきゃいけないとかだったらまだ分かるんだけど、うんうん、何が合うからとかいう感覚であれば個人の感覚でいいと思うんですけど、うん、そうですね。
よし、じゃあやっていきますね。お願いします。この下の針金と上の針金を一緒に巻きます。これとこれ、いや普通だったら近いところでやるんだけど、うん、このぐらいの太さかけるのはこれとこれぐらいしかない。あ、太さでね。そうそう、これが邪魔なんだよ。取っちゃった。ひねりてるのかな。おお、もっと地やりました。切っちゃえばいい。広げた感じ。そうですね。で、また細かいのやっていきます。はい。これって継ぎ木だから元気なんですかね、こんなの。あと、そういう章を継いでるからです。ああ、元気と元気が合わさって、すごいですもんね、芽吹きね。そうですね。これは年中吹いてくるような印象ですよ。これの挿し木、うん、まだ全部ついてますよ。あの枯れてないまだ。すごい。そして名前つけちゃおうかな。元気丸。元気丸。触りますけどね、こっちとこっち、めかずに。めかずがね、うん、でもまた出てきますから、はい、右側がちょっと少ないんですよね、うん、でも、ここ前に出して並べたじゃないですか、うん、これでなんか強くなった感じがしま す, ね、うん、深さとか、そういうやつだけ変えるだけでも印象が変わりますよね。なかなかね、頭で分かっててもできないんですよね。まあでも、セオリーだけ覚えちゃえば、うん、上はい、から下に落としていきたいわけですよ、うん、枝って、はい、で下の枝を下げればいいんですけど、うん、これ以上下がらないって時あるんですよ。例えば この辺を落としたいとかなった時にこれ以上落ちないって時あるんですけど、はい、だったら間の枝を落とせば下げられる。不要なのは落としちゃった方が楽です。はい、わかりました。いつもみんな頭でっかちになった人がいるんですよ、うん、頭でっかちっていうか頭を上に上げる人、うん、あもう下がらないみたいな、うん、こうこれ以上もう下げる場所がないみたいな人もいるんですけど、はい、いや真ん中の枝を抜いちゃえば下がるじゃん。あーなるほどなるほど。簡単に言うとも枝抜きをやれば、うん、なるほどね、ここはつきますよ。まあ、言ってることは分かるけど難しいですよね、それ。なんかなかなか真ん中の枝抜いちゃって上の枝もっと下げれば形になるってことですよね。そう、ということです。はい、ありがとうございます。じゃちょっとやっていきましょうかね。上から上からかな。はい、じゃ上からいっていきます。はい、こっちから、はい、この鉢売ってないじゃないですか、あんまり、うん、だから通販しようかなと思ってるんですよ、ゆきしょうすきさんと話してて、はい、っていうか僕が結構好きだから、うん、この土目、うん、もうちょっと作ってほしいっていう思いも込めて、はい、で通販すれば多分海外の人も買えるから今のショップに追加すればね、海外のなんかどうかなと思うんで、ぜひなんかご意見コメントで、あんまり自分はみたいなね、どういうのがいいかとか、うん、盆栽でないじゃないですかこの土芽があってあんまり、うん、だからどうなんだ皆さんの印象はっていう。でもこれは今サラだから、うん、ちょっとね新しっぽく見えるけど、ね、これが時代が乗ってくるとまた印象変わるんじゃないかなと思いますけど、うん、
パン。ちなみにこれじゃないですけど、五葉松1個植え替えたんですよ、はいはい、この接ぎ木の、はい、巻いてました、ね、土の中で幹がちょっと、だからこれももしかしたらもうちょっとあるかもしれない。剪定用とハサミは買いましょう。一個切り用の、はい、いいハサミが刃こぼれちゃう、刃こぼれします。で特にこれはね、どっちかっていうと砂上になってるものなので、はい、それなら余計刃こぼれしやすいですね、うん、ああ、ある、入るかな。ちょっと長いのありますね、ここに。やっぱり幹、根っこ、幹っすね。幹ですよね。やっぱちょっと巻いてんだよな。でも流れの方向でしょ。裏裏あ、後ろか。この鉢に植えたいという今回の動画ですけども、違う鉢になる可能性が出てきたというわけですね。そうですね。あ、ギリあギリ入るんじゃないですか。いや、ベスポジではないな。このぐらいで植えたいから、うん、ここを出せばいける。出す、うん、あー、これでも根なのかな。幹にしちゃ細くない。いや、幹、幹、幹ですか。根っこをですね、下に下げます、はい、で、この幹を出します。上から出てる根っこは粘りを作るイメージで、同じかな。はい、この辺の根っこを下に下げるイメージで上に出して、これを上に出して、はい、やりますか。下にある根っこは下に下げてやります、はい、もうちょっと深い鉢だったら隠せたのかな、じゃあ、ってこと。そうですね、うん、もう一個なかった深い。ちょっと見てください。一応もう一個の大きいやつ、ちょっとこれは桜ついちゃってるんであれですけど、いけ、これだと大きいんだ。ちょっと、まあ、培養考えたりとかすると、どうやったら幹が目立たないか。こういうのがあるから鉢はいっぱい持っとかないとみたいな感じなんですよね、うん、ちょっと深いければと。なんか合ってそうだよね、こっちと。おお、風格ありますね。もうちょい下げれたら、なんか鉢が腰を低く、もう少し深上の方がどっしり感まあまあ確かに、もう5ミリぐらい深いとベスト。ベスト、まあ、今回こういうのはね、予測できないもんね。下もね、下げられないんですよ、太いのが上ってなくて。ぐーっと、まあでもこういうバリエーションでいろいろあるといいんじゃないですかね、はい、今おかしくないですよ、色おかしくないよね。全然いいと思う。雰囲気ありますよ。あら、まあ、ご用もいけるんだ。拭いてみる。あんまりちょっとなんか毛羽立っちゃうかもしれないけど、うん、ちょっとザラザラなんで磨くとこのような。単純に汚れてる。汚れてんだ。いや、みたいな。茶色くなってる。布の汚れがついてる。時代乗ったんじゃない。なんか汚れたね。汚れたね、これ。鉄骨の動画だけど、鉄骨の商品いっぱいあるんだよ、これ。そこに。もう。大盛況でした。大盛況でしたね。
完成。完成しました。どうですか、印象は。いいんじゃないですか、ザ・模様着で、もうザ・盆栽ですよね。ザ・盆栽。はい、こういうがっちりした鉢でも色は合うんで。っていうのは分かったので、そうですね、こういうのがあるとバリエーションが増えて良さそうですね、うん、はい、なんか今のインテリアとかで飾るんだったらこっちの方が合う場合も多そうじゃないですか、部屋に飾るときとかだと、もっと奇抜にやっても面白いかなと。あ、奇抜に鉢に例えば色ちょっと入れちゃうとか。色っていうかもう、いや形を、形が、うん、王道じゃないですか。まあ王道、それちょっとモダンにしてみたいとか、うん、でもいけるんじゃないですか。なるほどね。まあ、でもこうね、ちゃんと外園でね、クモ足っぽくこういう長方でも合うっていうのが分かりましたから。はい。あとは深さとか浅さとかいろんなバリエーションがあるといいかもしれないですね。分かりました。がっちりとした印象の方がいいかもしれないね。うん、薄い鉢だとあんま合わなそうかも。逆にだから深めとか、うん、武骨な感じの方が。あ、うちはいそうな気がするなという感じですね。はい、はい、まあ針金かかったので、うん、また見栄えも良くなったら楽しい経過をまた来年でもやっていければいいんじゃないかなと思います。こういう作業を繰り返して見ていただきて、はい、いただきたいなと思います。ちょっと忘れてたんですけど、チャンネル登録7万人ありがとうございます。超えてると思います。はい、はい、皆さんのおかげで、はい、今何頭下げた皆さんのおかげでね、我々楽しく活動できていると、はい、ということで、これからもいいねボタンとコメントの方よろしくお願いします、はい、お願いいたします。はい、Please subscribe and thumbs up and comment please please comment、はい、よろしくお願いします。はい、グッバイバイバイ